全国の皆さん、こんばんは。深夜の放送部コタックです。さあ、本日なんですが、動画のコメント欄でもちらほらと書いてくださってる方を見かけました。たくさんリクエストもありました。まだ忘れてるという方はね、一人もいないかと思います。親子2名が死亡、8人が怪我をした事故、池袋暴走事故ですね。この事件の概要については前回動画にしております。そちらを参考にしていただければと思います。この事件につきまして進展がありました。しかし加害者というのは3ヶ月経過した今でも逮捕されておりません。今回はその件について詳しくお話していきます。最後までよろしくお願いします。詳細です。18日、この事件で妻と娘を亡くされた遺族の32歳の夫が会見を開き、車を運転していた飯塚幸三に厳罰を求めようと署名活動を行うことを明らかにしました。該当署名では8月3日土曜日を予定しており、郵便での参加も呼びかけており、多くの方が参加を報告しているということなんですが、で昨日23日、この事件から約3ヶ月が経過して被害者の方の実況見分が行われました。そこで警視庁は最後にこんな発表しました。飯塚幸三元院長を過失運転致死の疑いで書類送検する方針。過失運転致死、はい、ちょっと思い出してほしいんですが、2名を死亡させ8人を怪我させ、救護活動に当たらず息子に SNS 消去を指示した男が過失運転致死。その後起きた神戸三宮のバス事故、7人を死傷させ救護活動を行い即時逮捕されました。これが普通です。これは何度も言うんですが、明らかなひき逃げと危険運転ですよ。結局車にも異常はなかったと発表しております。普通ならその場で現行犯逮捕なんですよ。これも重複しますが、じゃあなぜそもそも現行犯逮捕されなかったのか。理由は怪我をしており留置に耐えられないと判断され入院していたから。これもだいぶふざけた理由ですけど、じゃあ結局退院後はどうなったのか。任意で事情聴取のみ。そして今回被害者が署名活動を行うということになっております。報道は言いませんが、こっから見ても分かる通り、もう起訴されない可能性すらあるんですよ。遺族に謝罪がないのも民事訴訟の備えじゃないですか。厳罰を求める署名活動と言われていますが、遺族はただ公平に捜査して罰を与えましょうと言ってるだけなんですよね。殺された遺族が署名活動ってなんでここまでしないといけないのか、よくわかりますね。うまい具合に世間の関心がそれた時に報道して事件を収束させようとする動き、最悪のシナリオです。この一連の流れなんですが、僕は正直言いますと、上級国民なんて言葉はね、心のどっかで嘘だと思ってました。いくら功績があっても法律上では無関係だと思ってましたが、同意作ろうとも今回は無理があると思います。そんなに不尽なことあるんだなっていうのをすごく感じております。なので今僕らにできることは、この事件を風化させないこと、そして署名活動を行い、一人でも多くの国民の関心をここに向けることだと思います。この動画で一人でも多くの方が関心を持ってくださればと思います。せめてこの飯塚幸三にはまず被害者家族への真摯な対応と責任は全うしてほしいものだと思いました。今日は以上です。皆さん、この事件を見てどう感じたかコメント欄お願いします。最後なんですが、この事件が起きて、この遺族や被害者の方の活動や訴えで、今年1月から6月までの高齢者運転での事故が過去10年で一番少ない年になったそうです。このままさらに減ればなと思います。夏休みに入りまして交通量が増えますが、皆さんも事故には十分注意してください。今日は以上です。おやすみなさい。